メイマイナス -21 のショックコーンショックコーンとは超音速機のエアインテークに設置される装置の一つである。ジェットエンジンが効率よく働くには必要な空気量が乱流なく一定の圧力でエンジンに取り入れられる必要がある。しかし、線音速や超音速になると衝撃波によって乱流が発生し、また低速の境界層の吸い込みなどによって圧力分布に 乱れが生じることで、エンジンが必要な空気を吸い込めなくなったり、圧力ディストーションと呼ばれる現象によって、エンジンが正しく動作できない状況に陥る。そういった状況を回避するために、衝撃波をコントロールし、エンジンが取り入れる空気をアオンに減速するために、ショックコーンが利用される。しかし、マフハ数によって、衝撃波の発生する位置や角度は異なるため、 これを調整するためにショックコーンを前後に稼働させるための機構や制御装置が組み入れられる。ただし、これらは部品点数を増加させ、価格を上げ、重量の増加を招くことから、広いマッハ数に代用する必要がなければ、固定式として省略されることもある。逆に、ブースターによって超音速まで加速されるために低速を考慮する必要がないミサイルなどに使われる。 ラムジェットエンジンは、高マッハでの最適位置で固定される。ただし、ジェットエンジンがタービンで空気を圧縮、燃焼するのに対して、ラムジェットエンジンは、ラム圧によって圧縮された空気を燃焼する形式のエンジンを指すので、高マッハで飛行することや、ショックコーンの有無は直接は、関係がない。ローター端に備えた、ラムジェットエンジンで飛行する、チップジェットでは、 超音速もショックコーンも考慮されない。超音速機が実用化され始めた頃は音速機とあまり変わらないエアインテークを持っていた。このため超音速飛行においてエンジンの効率が低下し損傷しやすくなるという問題があったが当時は衝撃波を制御するという発想がなかった。ショックコーンの効能の研究についてはソビエトが先行しており機種に 空気取り入れ口を持つミグ -19 にレーダーを搭載するために、レドームをインテーク内に設置したところ性能が向上したことが発端となっている。後のミグ -21 につながる計画案の一つで、あるいマイナス2では、すでに機種に可変式のショックコーンを備えていた。ソビエトのミグ設計局やスホイ設計局が、機種の空気取り入れ口にコーンを設置する一方で、フランスは、 ミラージュ3からミラージュ2000までのミラージュシリーズで、胴体側面の空気取り入れ口に1、2円水の可動式ショックコーンを採用した。アメリカは、ス -104 でミラージュ同様の1、2円水を採用したほか、ラムジェットで飛行する SR-71 が、円水型を採用した。また、回 -111 で1、4円水の可動式ショックコーンを採用しているが、 他国の稼働式とは違って、高が伸びる、最体系が膨らむという、インテークダクト前円が前後に稼働する機構と合わせて複雑極まりないものであった。これは初期にコンプレッサーストールの多発や音速を超えられないなどのトラブルを招き、トリプルプラウアイと名付けられた改善を施されるが、それでも最高速度などに制限がついたままであり、改良を重ねて、 トリプルプラウスリーとして、一応の解決を見るには1968年を待たねばならなかった。アメリカでは50年代末には、カイマイナス4で、スプリッターベーンと、境界層吸引 A、A マイナス5で二次元可変空気取り入れ口を実用化しており、ソビエトも大型レーダー搭載の要求から、ツマイナス128やミグマイナス23、スマイナス15からは、空気取り入れ口を、 機種から胴体側面へ移した設計となっていった。スマイナス128は量産されたソ連製超音速軍用機では唯一機種だけ1 2塩水のショックコーンを搭載していたが、ミグマイナス23やスマイナス15からはスプリッターベーンと境界総球位に変更された。70年代に入ると戦術思想の変化からマッハ2を超える速度要求がなくなり、 簡易軽量な固定式空気取り入れ口が主流となっている90年代からダイバータレス超音速インレットの研究が行われた。インテーク部のバンプと呼ばれる盛り上がりは一見すると1、2円水のショックコーンに似ているが、インテークダクト内の衝撃波をコントロールするためのショックコーンと異なり、境界層の気流をインテークから遠ざける働きをする。従来その役目を担ってきたダイバータは、 レーダーなどの電波を反射しやすい箇所であったが、これを排することで RCS において有利に働くことが期待されている。ステルス戦闘機であるイマイナス35でも採用されているが、中国製戦闘機ではより積極的に採用されており、国産新型機は試作機や初期型でダイバータを採用していたものも含めて現在ではすべてダイバータレスインレットを装備している。 ありがとうございます。